はい、どうもトシです。本日回復するものを見ていきましょうか。本日回復するものはこれですね、ポケモンカードゲームソード&シールド魔天のパーフェクト。ちょカードがランダムカードが5枚入ってことだね。アップはこんな感じだね。うん、まあ、でもグミも前のグミ買った時もこういうキャラクター出てたんだしか。ラーメンはこの感じだね。ここがいい。イラードがこういうとこやね。出やすいっていうのが分かるようにしてることやな。感じや。で、初めてのパック開封ということで、それじゃあ中身のカードを見ていきます。パックから全部のカードを出しました。中身は見ずにやってたんで。それじゃあカードを見ていきますね。最初のカードを、出たカードを見ていきます。よいしょ。これね。カードは、シンボーラーですよね。これなんで、ランクはコモンってやつね。コモン、狙いドス。エネフリレクトっていうかな。感じで。種ポケモン、ね。このポケモン知らんな。よいしょ。次は、モノス。やね。なんか、こういう感じで、モノス。モノズに、生ケロも出た。で、3D か、リアルな、3D 点かな。よ、一時期ってさ、ね、よいしょ。フルフェイスガードってやつは、このカード知らんな。このカードは特性を持つポケモンカード、相手は、わかんねえ。カードじゃんかな。さほどねえからな。次は、もっと、フォックスライ。特性か。ない。ゾウドウだな、これ。なんかだろう。ゾウ、おう、ハブブレイ。チルド。チルドだな。で、こう、ハプ、パンプチン、パンプチンって言うのかな。確か、ポケモンで、確か、アニメで、確か、武蔵やったっけ？武蔵がなんか持っとったやな。持っとったっけ？このバケモン確か。武蔵が。確かな。お、さっきのセットの進化系のタルチルタリスやな。で、プリン。ニュアス、ガルラルニュアスやな。で、エビアラ。これは多分、なんかキラカーデだぞ。まあ、キラキラカーデだけど、これは確かグミでやったやな。おっと、なんかサポートカードで、なんかすげえキラキラしてるカードだけど。オリアティってことは分からんし、どれが高価なカードやったら、当然分からんからな。サウルガー。以上これ、あとスリーブ入れとくわ。で、スリーカイカップ、ハスボ。ハル、バイ、ハイ、バイウールで、ウルーク。雪の巻物。お、ハイティアマー。まだセット、ダブったが。お、くね、さっきの、進化タイプやな、しか。で、ウルスーパーがね、おー、フリーザ、お、出た。俺、フリーザのガラルバンってやつだね。で、またチレットの さっきのイノジアダブってやつだね。これで終わりやね。カード見た感じね、まあ、進化系、進化前では、まあ、ダブルかな、ダブったカードが2枚あるけど、名前があるけどな。これカードすごいな。このカード感じすごいキラキラやし、初めて見るカードやのには。ね。まあ、この動画を見て、最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったら、この動画以外の他の動画や、あと、この動画の評価とかコメントの方よろしくお願いします。あとは最終的に、このチャンネルの方、登録の方よろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画で。